それで今どこに行ってるんですか？エレキ平原です。え、何、なんか反応的にやばい場所なの？もしかしてエレキ平原ですか？エレキ平原はこの時期は確か行けない。え、そんなやばいとこ。私これからエレキ平原に行ってきます。ユノワルさんが来てくれる？え、もう奥地にいるんだけど大丈夫かな。あー、もうやばいわ、見るからにやばいわ。これは確かに、どうしよう、どっち行く。これとりあえずエレブは最後でいいから、キリンリキかモココどっちを先に相手するかなんだよね。キリンリキ行くか。すぐ倒すんだ。オッケー、ナイス、いいよ、完璧じゃん。もう大好き、最高、キリンリキ最高って言った矢先、目を覚ましてしまったんだが、どう思う？うわー、当たんのかそれ。直線上来るのか。しまったな、なんで2歩目動いたんだろう今。謎である。オッケー、いや倍速で助かりましたね今。黄色組に大きなリンゴに猛撃の種、なんだっけな猛撃の種って。あ、そういうことか。猛撃いいな。持ってるよね猛撃。じゃあ買ってこう。じゃあ行きますか、そろそろ。ケンタロスもいんのか、ちょっときついかもね。オッケー、なんとかなる、まだなんとかなる。倍速だからもう一発打てるはず。おお、ナイス、3倍速だよ。高速移動仲間が持ってるとめっちゃありがたいね。いいね。さあ鉄の棘だね。どうしよう、これ行ってしまおうかな。行こっか。3回、メガヤンマ来るか。えい、大丈夫。よーし、では行きましょう。水の波動のマザマシンを手に入れました。多分誰も覚えないですね。キリンリキどうだっけ。やべ、よかった。よーし、24。これ行ってしまうか、すぐに。5回。もうここは倒そう。できたら俺のレベルも24にしてから行きたいね。あー、行列だ。さあ、いらっしゃい。OK。よーし、階段あるから行こう。あ、待って、キリンリキじゃん、レベル上がってるの俺じゃないんだけど。まあ、オッケー、仲間ならOKです。レベル上がんねえな、どうしよう。ここで待つ。ちょっと来た。確か逃げるか、でもゴロンの石投げるか。オッケー、まだ上がんないか、粘る。よーし、これで大丈夫かな。行きましょうか。6回。
これはアイテム取っていこう。7階アイテムどうする？取りに行くか。とりあえずゲンタロス倒してからかな。お、箱だ。目覚めちゃったか。ひっかく。オッケー。え、軽い箱と睡眠の種、いいですね。うわ、これどうしよう。登ろ。技マシンは気合玉。気合玉普通に欲しくない？とりあえずリンゴを食べて、気合玉、あ、気合玉使うでもよかったかもね。いや、覚えるポケモンいねえのか。一応拾っとくか、じゃあ。癒しはいいや。多分持ってる。行こう。9階。行こう。10階。ついてしまった。採用部。う、なんか怖そうなところだね。うわ、すごい。今にもここに雷が落ちそうだよ。危ない時期ってこういうことかな。あれは、あ、あれじゃない、あれ、もしかして水のフロートじゃ。近づいてみよう。え、ここへ何しに来た。ここは我々の縄張りだ。お、え、ドクローズじゃない、もしかして。隠れても無駄だ。私の目はあらゆるものを透視できる。マジでやばい。この目で物陰に隠れた獲物を見つけ、そして仕留めるんだ。ここにいたらやれる。うわ、堂々とした。出てこい。レントラーか。そしてルクシオ一族のリーダーだ。うわー、え、待って、こんなに相手にするってこと、一度に。ドクローズじゃなかったんだけど。いや、でもこの後にドクローズいる可能性もあるから侮れんな。どうしよう。フラフラ使うか、とりあえず。あー、ダメか。そうか、こういう場合もダメなのね。あ、ただ倒せるね。ただルクシオいけるよ。ルクシオ倒そう。まずは数減らそう。ナイスナイス。キリン力頑張って。1個使っていいよ、なんなら復活の種。とりあえず数を減らそう。まずナイスガッツ、キリン力。食べるんだ。なんとかなるか、これ。ちょっと前出たいね。ピカチュウがすごい粘ってくれてる。ちょっと今のうちになんとかしたい。とりあえずピカチュウ体力やばいから、ピカチュウにもオレンの実をあげよう。オッケーオッケー。ナイス電磁波。いいよいいよ。オッケー、レントラ行った。レントラ倒した。あとはルクシオだけだ。なんとかなるね。よし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 、いいよいいよ。あとは任せとけ、ピカチュウ。えい、オッケー、なんとかなった。グオー、おのれよくも。ちょっと待ってよ、僕たちここを荒らしに来たわけじゃなくて。あー、聞いてくれないかな。これでも食らえ。うわ、待て、あ、ヨノワールさん。この者たちに偽りはない。この者たちはここを荒らしに来たのではない。よ、ヨノワールさん、貴様何者だ。私はヨノワール探検家だ。
レントラン、あなたたちの怒りはもっともだ。特に以前ここであなたたちが受けた仕打ちを考えれば、無断で侵入する者に対して攻撃的になるのは当然だ。そんなことが、またこの地があなたたちに安らぎを与えていることも私は理解しているつもりだ。この者たちがあなたたちの縄張りを犯したのは詫びよう。しかしそれは決してあなたたちに危害を加えるためではない。夜が終わり次第、我々はすぐにここから立ち去る。信じてくれ、レントラ。私たちのことをよく知ってるんだな、ヨノワールとやら。本当に脅かしに来たわけではないのだな。よかろう。お、よかったよかった。貴様を信じてやろう。しばらく時間をやる。その間にこっから立ち去るんだ。行くぞ。あー、なんとかなった。ありがとうヨノワールさん、おかげで助かったよ。しかし彼らは何だったの？レントラーとルクシオの一族です。彼らはいつも過ごしやすい地域を求めて絶えず移動して生活してるんです。この時期のエレキ平原は特に雷が多いせいなのでしょうか、彼らは必ずこの時期になるとエレキ平原で暮らすんです。ただそれで危なかったのかな。以前彼らはここで何者かにいきなり襲われたことがあり、その時にだいぶ傷を負ったそうです。それ以来レントラーたちはここに来る者たちに対してものすごく敏感になったそうなんです。この地に侵入する者がいたらやられる前にやる。いつしかそれがレントラーたちの掟となったそうです。そうだったんだね。じゃあだいぶ悪いことしちゃったかな。そうだ、忘れてた。確かあそこに水のフロートがあった。これだ、ヨノワールさん、これなんだけど。間違いないです、間違いなくこれは水のフロートです。本当？やった、早くマリルたちに届けようね。でもなんで水のフロートがここに？それはこれを仕掛けた者たちの仕業かと。その者たちは多分あなたたちがここに来ることを分かっていた上で、またレントラーの縄張りだということも承知の上で。なるほどね。ドクローズと戦うのはまだ先の話かなってことは。そうなんですね。そこにいる輩たち、いるってこと？隠れてないでいい加減出てきたらどうですか？分かっていたのか。じゃあしょうがねえ。いたのか。お前たちだったのか。やはりか。お前たちがレントラにズタボロにされた後を狙って、さらに俺たちが痛めつけてやろうと思ってたんだが、計算違いだぜ。とんな邪魔が入っちまったよな。やりますか。うわ、なんかすごい強そう。リプトンズだけなら当然そのつもりだったが、かの有名なヨノワール様が相手となっちゃ話が違うわな。すらかるぜ。でもこの先どこかで戦うだろうね、ドクローズとは。なかなか逃げ足が早いんですね。まあ今から追っても仕方がないですし、ともかく今水のフロートをあの兄弟たちに届けましょう。そうだね、そうですね、届けましょう。水のフロートが帰ってきたよ。よかったね、本当に。助けていただいた上に今度もまた、本当になんてお礼を言っていいか、本当に本当にありがとうございました。そんな、それにお礼だったらヨノワールさんに言ってよ。そうだね、本当にありがとうございました。ありがとうヨノワールさん。いえいえ、でもよかったですね、水のフロートが戻ってきて。いやー、さすがヨノワールさんって感じですよね。でも私リプトムズも素晴らしいと思いますよ。わわ、褒め上手。今回もしっかり依頼を成功させましたし、ルリリちゃんを助けた時だってすぐ場所を突き止めて
いち早く駆けつけましたし。あれは隠れ音の言う通りだとかっこいいんだけど、でもちょっと違うんだよね。場所を突き止めたというよりは偶然夢を見て。ん？夢？夢ってどういうものなんですか？あ、そっか。もしかしてヨノワールさんならわかるのかな？何か知ってる可能性あるよね。過去や未来の出来事が見える。そういうものなんだけど。それは？時空の叫びでは？時空の叫び？ヨノワールさん何か知ってるの？そうだ、それだったら。ねえ、あのことをヨノワールさんに聞いてみようよ。あのことって？あ、そうか。失われた。自分の過去のことか。いいよね。ヨノワールさん、実は相談したいことが。なんか得られればいいけどな。なるほど。ここに倒れてたわけですか？そう。ちょうどこの場所だよ。それであなたはここで気がつき。でもそれまでの記憶はなくしてしまったと。うん。その時覚えていたのは自分の名前と、もともとはポケモンではなく人間だったってことみたい。え？人間？でも、どっからどう見てもポケモンの姿をしてますよ。そうなんだよね。さすがにヨノワールさんにもわからないか。でもきっと何かの原因で記憶を失い、人間からポケモンになっちゃったんだと思うんだよね。時空の叫びを持つ人間。あなたは自分の名前を覚えているとおっしゃってましたよね。して、その名前は？え？なんか知ってるんですか？どうおうがすごい可愛いんだけど、ピカチュウの。いや、残念ながら何も。あれ？今、かすかにヨノワールが笑ったような、え？気のせいかな。お役に立てず申し訳ないです。え、何か知ってる可能性あるな、これ。でも、能力については知っています。物に触れることで未来や過去が見える能力。それは、時空の叫びと呼ばれているものです。時空の叫び？はい。どのようなきっかけでそうなるのかはわかりませんが、物やポケモンを通して時空を超えた映像が、夢となって現れる。そんな能力があるというのを聞いたことがあります。時空の叫び。そんな能力が。うん。よろしい。これも何かのご縁です。アイラさんがなぜポケモンになってしまったのか。その謎を解くのに、私も協力しましょう。あ、すごい心強いけど。はい。まあ正直申しますと、私にわからない物事があるのは悔しい。というのが本音なんですが。ヨノワールさんが協力してくれるならすごく心強いよね。よかったね。え、何が飛んだ？ペリッパーさん。おひさ。うわー、めっちゃ綺麗。いつもよりやけにたくさん飛んでるよね。何かあったんでしょうか？え、ビッパー？消臭がかかってる？やっぱ何かあるのか。第11、盗賊ジュプトル。盗賊。動物の森かな。みんなお待たせ。集合って聞いて飛んできたんだけど、一体何があったの？時の歯車が、また盗まれたんだ。そっか、その情報か。今度はどこの？どこの時の歯車が盗まれたの？それが、
それってまさか。そう、そのまさかですわ。今回盗まれたのは霧の湖の時の歯車。どうして？霧の湖の時の歯車のことは僕たちだけの秘密だったはずだよね。それなのにどうして？まさか、まさかギルドの誰かが？そんなわけないだろう。まあそれは違うけどね。仲間が信用できないのかよ。ごめん、そうだよね。この中の誰かが秘密を喋っちゃうなんてありえないもんね。よく考えてみたらわかることなのに、ごめんね。まあでもそう思うのも仕方ないですわ。私たちが遠征に行った直後にこうなったわけですし。ちょっと待ってください。私よくわからないんですが、霧の湖に時の歯車があるなんて。霧の湖への遠征は失敗したんじゃなかったんですか？ごめんねよノワールさん。実はある約束があってよノワールさんには言えなかったんだよ。ともかく霧の湖に来た侵入者はユクシーを倒し、時の歯車を盗んでいった。ユクシーは？ユクシーは大丈夫なの？大丈夫、無事だ。今ジバコイルたちに保護されてるよ。心配しないで。そうか。それにユクシーの証言からその侵入者の詳細が分かった。明らかになったのが、すでにお尋ね者としてポスターに貼り出されている。お尋ね者ポスターを見るんだ。ジュプトル、見るからに凶悪そうな顔を。ジュプトル、こいつが、こいつが時の歯車を盗み続ける盗賊なのか。このお尋ね者ポスターはユクシの証言から先ほど一斉に指名手配されたもんだ。なるほど。それでペリッパーがってことだね。僕たちはユクシーと霧の湖の秘密を守ると約束したんだ。それなのにこんなことになるなんて。そうだよね。なんとかならないかな。親方様、わ、ああ、親方様が、親方様のボルテージが。